パンデロっていう、タンバリンじゃない、タンバリンじゃないんですけど、これでループをまずちょっと作ったりするんですよね。こういうのが作れたりする。今もう足で録音してる。そう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 。まああの音はね世界共通なんで多分間違いはないと思うんですけど、ね、でもそうですけど相当練習しようじゃねえじゃん相当まあライブ前とかそうで やってない的な感じ出すんでしょすぐいやいややりますやりますやりますよピアノもならちょっとやったらできたみたいな空気出すでしょいやいや出してないそんな簡単にできるもんじゃないじゃないと思います今でもだって練習しますもんやっぱりしますよねライブ前とかなんと大人君がボイパで来るのそうできんのボイパはい。嘘。ごめんなさい。嘘です。いや初めてやる。どうしてそんな嘘？いや悔しいじゃないですか。何かしら。なんかリズム。
俺っすか、はい、そうだよ、結構いい感じになってるよ。これにベースも入ってる。当たり前なんですけど、こんにちは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 、これをこんにちは、パウシティンの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 、で、例えばこれにいやークレッタガイロン、いやークレッタガイロンとこう言うと、これを逆にすると、はい、いきます、はい、いやークレッタガイロン、盛り上がってるかい盛り上がってるかい、盛り上がってるかい。いや、鉄板で受けるでしょ、ね、これは鉄板で受けるわ。これで一人でやってるって、すごい意味が僕分かりました。ありがとうございます。一曲だけ演奏していただけないですかね。あ、そんなお前、あの、むちゃ言うんじゃないよお前。ミュージシャンに一番言っちゃいけないことだよそんなの。分かってるんですけど、絶対ダメだよそんなもんは。サビの部分だけでできるんですか。セロリのサビとかで、うわ